コーヒータイム今日はねちょっと早いいつもより早い時間帯なんですけど午後からねめんどくさい系というかめんどくさいわけではないんですけど大変系ミーティングが多いのでちょっと早めのコーヒータイムでねコーヒー飲みつつ参加しようかなと。 思ってますで今日何の話しようかなと思ったんですけどここ最近ねもう連続でこすってたリンクバッツあの無線のねイヤホンなんですけどもう昨日日曜日で昨日昨おとといとしてねずーっともう家にいる中もずーっとね リンクバッツまあ首が痛いっていうのもあったんで最近ねヘッドセットをつけないようにしてヘッドセットとかねヘッドホンとかいつも使っている PC 用のヘッドホンとかをつけつけないようにしてリンクバッツで過ごしてたんですよで外行ってる時もちょっと買い物とか行ってる時もね耳にしてあの軽くね、まあ、そんなに大音量ではないですけど外の音がしっかりと聞こえるようなねレベルで。 音楽を耳でリンクバッツでで、ね、切ったんですよそうしたらねさすがにほぼ丸一日、まあ、充電が途中で切れたりとかしたんであと他のことをやる時にねあの耳から外したりとかしてね、あのー、してましたけどほぼ丸一日ねつけてたらさすがに耳が痛くなってきましたね <laughs> やりすぎはさすがによくないなとまあそれでもね 普段その普通のカナル型イヤホンとか,なんか耳に突っ込む系のものが痛くなる痛くなりやすいね僕の耳でこここだこれだけねあの何て言うのまあ丸1日つけないと痛くならないレベルのつけ心地っていう風に考えたらかなりのもんだなっていう感じがしましたねあのもちろんね外に っってしまったはいコーヒー入れ終わりました外でねあのー、結構歩いてましたけど買い物とかしながらね歩いてたんですけど全然ね取れる気配もなくてずれる気配すらもな,かなくてすごい安定してたんですよねなんで本当ねホールド力っていうのは問題ないかなと思いますねで今日からちょっとね、まあ、筋トレを少しハードめに 運動をねハードめに再開しようかなちょっとねいろいろとあってサボってたんですけど再開しようかなと思っていてまあそれの時にねつけてみてどんな感じになるのかなみたいなのをね試してみようかなと思いますということでコーヒーいただきましょうはいじゃあコーヒーいただきますうんいい香りうんあ今日はねワークスブレンドですということでいただきますうん はい、ジェイクモです今日はねじゃじゃーンププロ TR っていうねこれゲーム用のゲーム機、まあ、PS5、えー、と, PS とか PS4 あと PC 用のねヘッドホンアンプですねこれをねちょっととあるつてでね手に入れることができたのでこれをね開封していこうと思います はい、これのね、中身ですけどちょっとね、開けるのが大変だったんではい、こんな感じで出してみましたかなりね、箱はすごいしっかりした感じでなんかね、ロボットの絵が描いてあるでアストロの、ね、やつちょっと見えるかどうかわからないですけどね。結構ねすん、しっかりとした箱に入ってますっていう感じで開けていきましょうじゃじゃーん こんな感じ。わかりますかねこれ質感ね。持った感じの重量感も結構ありますし、これ質感がね、かなりいいですね。すごいしっかりして、なんか高級そうな感じの作りになってます。すごいいい出来っていうか、ものすごく好感度が高いです。このね、箱と合わせて、すごく好感度が高いですね。うん、良さそう。で、ちょっとこっちはね、 こっちはケーブルになってます。これがね、えー、マイクとね、えっ、ー、と、ヘッドホンを合わせるためのね、ケーブル。あと、これが光ケーブルね。光オプティカルケーブル。あとは、これがね、デジタルデイジーチェーンっていうやつですね。っていうやつのケーブル。で、これが USB で、これマイクロかなうん。 USB マイクロのケーブルです。はいであとは、あとの他の付属物はちょっとケーブルの方はね、一旦こっち置いといて、こっちに、えっと、これが説明書。え説明書ね、もうこんだけ、これしか書いてない。 まあ接続方法はね、まあ、なんとなくわかるかなってところですね、はいで。あとはこれが、ご注意、不具合と思われる場合は、返品交換手続きの前に一度ご確認くださいと。はい、あとはこれ、保証書とかですかね、アストロの重大な安全、コンプライアンスおよび補償に関する情報とかいうやつが、はい、入ってました。まあ、これを一旦この中にしまってしまう。 はい、実際にね、これを見ていこうと思うんですけど、ここがね、メインのボリューム、マスターボリュームですね。で、これが、えっと、これボイスとゲームってなってるんですけど、これゲーム音ね。ゲーム音の方に、こっちをね、このバランスの切り替えで、ゲームの方に振ると、ゲームの音が大きくなって、ボイスの方に振ると、ボイスが大きくなる。まあ、そのまんまですね。ゲーム音と、 あとボイス、ボイスチャットの音の、えっ、ー、と、ボリュームのバランス調整。で、これがね、イコライザーの、ここにね、ボタンがついてるんですけど、これ、イコライザーのね、切り替えボタン。4種類までね、設定できるのかなイコライザーの設定ボタンですね。で、これが、えっ、ー、と、ドルビーデジタルと、あと、こっちはね、あのスループットの切り替えボタンですね。 で、こっち、はい。これが背面の、えー、と接続ですけど、これがデジタルデイジーチェーンの端子ですね。デジタルデイ,デイジーチェーンって何かっていうと、えっ、ー、と、これとね、もう何台かこのアストロをつないでやると、そうするとデジタルで音声を、ボイスチャットをね、やり取りできるっていう、そういう仕組みらしいです。まあ正直ね、個人でやってる分には、まあ関係ないかなってところですね。 あのー、ランパーティーとか、あと、大会とか、オフラインで大会とかやってる人たちには関係あるかもしれないですけど、基本的にはね、関係ないと思います。で、あと、ここね、えっ、ー、と、オプティカルって書いたのが、これが光オーディオケーブルですね、の挿すところ。で、これは USB。これ、PC とか PS4 とかにつなげるやつ。PS4 と PC の切り替え。で、これが AUX。これがね、あのー、 これねス、スマホとかに接続するやつですね。で、これストリームっていうのが、えっ、ー、と、これとこれを、え、じゃあ、えっ、ー、とね、ミキシングして、配信とかに使うために、ここから出力するっていう、そういうポートですね。はい。あとはこっち側はね、あの、ヘッドセットを挿すところです。はい。じゃ実際にね、つなげていきますかね。 と言っても、これからね、はい、じゃあまずは PC からこの USB でここに接続と。PS5。PS5 からオプティカルケーブルで光デジタルをここにインと。はい。こんな感じですね。はい。で、ちょっとね、PS5 からつなぐ場合の,あの注意点なんですけど、 PS5 から光デジタルって出せないんですよ。なんで、あの、スプリッターとかね、HDMI スプリッターとか、切り替え機とか、そういうので、光デジタルを分離させて、で、接続する必要があります。ただ、それでつなげる場合に、これはね、PS4、PS4、PS5、あと PC とか Mac 向けってなってるんですけど、光を ここにね、接続した場合は、特にね、ハードの縛りはなくて、Xbox だろうが、スイッチだろうが、特にね、何でもつなげられるようになります。はい。で、今、あれですね、あの、両方の接続、接続っていうかね、これドルビーの切り替えができますね。これが、イコライザー。 で、今ね、PC から USB で接続しているので、こ、このね、スイッチを PS、P、あ、違う、PC 側にね、設定します。はい。あとは、これね、ここに、ヘッドセットのやつね。この四軸。これね、四軸のやつ。ヘッドホンとマイク。 両方ともね、必要なので、この四軸をこんな感じでね、刺します。今ね、あのー、マイク付きのヘッドセット持ってないので、一旦ね、こっちに、えっ、ー、と、このケーブルを使って、で、ここにヘッドホンをつなぐという感じで、まあ、これイヤホンですけどね。はい。こんな感じで接続します。で、使い方ね、ものすごく簡単で、PC の音、PC の音がね、こちらのボイスとかになって、 で、ゲーム、ゲームはね、PS5、こうやっオプティカルの方になるっていう感じですね。で、マスターボリュームで大きいか大きくないかみたいなのを設定できるっていう感じです。で、えー、っとね、これのね、すごく良かったところは、あ、ちょっとね、あの、開封、開封してね、実際に使ってみたんですけど、すごくいいなと思ったのが、このね、ドルビーデジタル。これがね、 かなり良くて、まあもちろんねもっと高いこれ1万5,000円ぐらいのものなんですけどもっと高いね機器とかを使うとまあもちろんもっといい音になるとは思うんですけどそれでもねこの何て言うの音の臨場感みたいなのが単純にね PS5 から出力したものだけで聞くよりも全然ね臨場感が上がるんですよね。 それだけでもねかかなななりいいいいんじゃないかなと思いますあともう一つね個人的に PS4 あ PS4 とかね PS5 であのー、標準のねボイスチャット機能とかってあるじゃないですか PS のパーティーとかねそういう機能を使ってボイスチャットもできるとは思うんですけどなかなかねあれって品質が悪かったりとかするんですよねそんなにねてか音が 途切れ途切れになったりとか音質があんまり良くなかったりとかするんですけど PC に接続することによってディスコードのチャットを使うことができるんですよねボイスチャットで実際にねこれで使うとかなりクリアに使えるのですごくいいんじゃないかなと思いますでゲーム中にねゲームに集中したい時はゲームの方向にね回したりとかあとボイスがねちょっと聞き取りづらいっていう時には ボイスの方に傾けた上で音量を上げてやるっていう風にするとそうするとゲームの音も上がるしボイスの音も上がってすごい聞き取りやすくなるんですよねその辺の調整がすごくね手元でもう簡単にできるのでアナログでね操作できるっていうのはすごくいいなと思いましたねで僕はねこれを配信には使ってないんですけどここのねストリームっていうやつストリームっていうポートから pc に接続してやれば LINE 接続とかねしてやればそうすればこれの中でねミキシングしていい具合になった音っていうのをそのまま配信に載せることができるっていうそういう感じらしいですね。うん、なんで結構ねまあその特にね配信とかやってない人もすごくいいものだと思いますし配信してる人に対してはもっといいものなんじゃないかなと思いますね。はい そんな感じでした本当はねそのこの音のね良さみたいなのを実際にね聞かせられたらいいんですけどなかなかその環境がね整えられなかったのでちょっとこれだけのね紹介になってしまうんですけどかなりねその遊びやすくなるまあもちろんねゲームしながら例えば PC の方で YouTube とかで、ね、流しながらね横で <laughs> ゲームしながら一緒に 遊ぶみたいなこともできますしそれのねバランス調整とかもまあ基本的に PC で音が鳴ってるやつがボイスの方に来るのでこの接続方法だとなのであの PC の音 PC の方でね映画とか見ながらゲームを遊ぶっていうスタイルでもあと音楽流しながらとかねいうスタイルでもこれでねバランスとか自由にねできるっていうのがねすごくいいんじゃないかなと思いますはい本当はね ちゃんとね、音を聞かせられたらよかったんですけど、ちょっとなかなかね、その環境が整えられなくて、いや、大変申し訳ないなと思っているんですけど、想像以上にね、かなりいいもの。まあ僕のね、このゲーム環境のもう一軍入りしたので、ぜひね、興味のある方は、ちょっとお店とかでね、もしかしたらあるかもしれないので、 あの秋葉原とかに行けば、もしかしたら置いてあるかもしれないので、もし機会があったらね、ぜひ触ってみてもらいたいなと思います。という感じで、バイ。